YouTube に持ってくるために、今から土下座しようと思います。チャンネル登録、高評価、再生、もろもろ、今年はよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いします。あげましておめでとうございます。カエルでーす。いや、もう、三が日どころか、ね。ね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、カエルは元旦から、1月1日、元旦からですね、39度の熱が出てしまいまして、今日までゴロゴロ、療養しておりました。ようやく動けるようにはなったんですけど、ちょっと立ってるの辛いので、ちょっと座りながら失礼いたします、本日は。ちょっともう、遅いんですけど、一旦忘年させていただいていいですか。去年はね、カエル的にはまあ、活動を始めて一番楽しい一年だったかなと思います。今日はね、お友達がすごい増えました。遊んでくれる人とか、一緒に動画撮ってくれる人とか、まあ、いろんな配信誘ってくれる人とかね、そういう方がね、たくさん増えた。投稿したもの的に言えばね、仮想の日常とか、あと、ラジオっぽいやつとか、ショートで言えばね、50音シリーズのやつとかさ、ふと思うカエルとか、まあ、結構新しいものをたくさん出せたかなと思います。その間にね、LINE スタンプなんかも作ったりして、まあ、本当に良い一年。好きなことやった一年かなって感じがします。ただ、何もなせなかった一年でもあるかなっていう気持ちもね、ありはするんですよ。まあ、正確には、なんか何もなせなかったというか、カエルが2022年、元旦の時点で、もう2022年を満足しちゃっていた感じがあるんですよね。まあ、そのせいでちょっと、なんか新しい目標を立てたりとか、何か新しくやろう。うん、やるってか、目指そうみたいなのを特に決めずにやっちゃったかな、活動してたかな、生きてきたかなっていう感じがする。もう全然思い出としてはね、すべて楽しいから全然良かったんだけど、なんか12月中旬ぐらいに、あれ、カエル今年なんか何もしてなくねと思って、すごい焦りがあったね。まあ結構いろいろやってるはずなんだけど。ということで、新年はですね、ちゃんと目標を持ってなんかやっていこうかなと思います。目標なんて言ったってね、まあ VTuber、YouTuber、目指すものはやはりチャンネル登録者数。カエルは今年1万人でも目指そうかな。1万人登録目指して頑張るぞ。ついでに、チャンネル登録者数じゃない、チャンネル収益化も目指すぞ。って思ってたんだけど、もうこのさ、元旦からこの出花くじかれ丸めて土に埋められるこの感じ、もう最悪だよ本当にさ、すげえ辛かったんだから、もうやばいよ。39度ってすごいね、人は動けない39度になると。もう辛かった。まあ寝込んで亡くなってしまった時間はもう元には戻らないということで、ちょっと全身全霊で皆様にお願いしようかなと思います。カエルツイッターに7000人ぐらいフォロワーいるんですけど、まあチャンネル登録者数がだいたい1300人ぐらい。ということは1700人ぐらい余剰があるんで、ちょっとそこの人たちをどうにか YouTube に持ってくるために、今から土下座しようと思います。チャンネル登録、高評価、再生、もろもろ、今年はよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いします。新年一発目の動画がこんなんでええんやろか。はい、ということでね、今年もカエルをどうぞよろしくお願いいたします。でも風邪をひいてね、悪いことだけじゃないんですよ。カエル体の設定上風邪なんか引くわけないんですよ。一応ゴーレムなんで、カエルの体風邪なんか引くわけないのに、こんなにも体が痛く、熱が出て、関節痛がつらい。なぜか見た目は変わってないけど、中身が人間に戻ってきてるのかもなぁ。ラッター、今年は人に戻れるといいなぁ。そんな感じです。じゃあまた次回。じゃあ、つらい。やっぱりまだちょっとつらいよ。失礼します。